不安になるよな。どこに行くの？ないよね。どうするんやろ。マジでわからん。まあ、マジでわからんなった。おのおの最終ランクを上げればってなってるんで、スキルツリーでも何もないから、あ、品質の方かなと思ったりもしていいけど。ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。どこに行こうかな。ってなってる。よーし、行くぞ。どうすんの。何作っちゃおうかな。何入れよっかな。じゃあこれでちょっと。どれにしようかな。よし、こう。クリティカル、破壊力上昇。こんな感じかな。よし、作れたね、フラムロット。ようやく。フラムロット、完成。イエーイ。それって何です？宝石がついた杖？これはね、振り回すと炎が出る魔法の杖なんだ。これがあれば硬い岩も簡単に壊せちゃうんだから。それってすごく危ないんじゃ。間違ってもこっちに向けたりしないでくださいよ。心配性だな、パティは。そんなことしないって。来た。フラムロットについて。フラムロットを装備すると最終の時にフラムロットが使えるようになります。採取道具は L1 をしながら R で道具を切り替えます。ここでフラムロットに合わせましょう。そして四角でスイングを行うとフラムロットを使って爆破することができます。爆破することで大きな岩や水晶から採取したり、道を潰させている障害物を破壊することも。またスイングで敵シンボルに当てると戦闘の時に敵にダメージを与えた状態で回避することができます。ありがとうございます。とりあえず道具に入れます。何作っちゃおうかな。んー、じゃあゴールドテリオンないんだよな。ねえ、どこに行くのさ。ワンちゃん、あ、何かある。またあるんかい。ちょっと待って、いろいろありすぎ。こちらの言葉が分かる。喋りこそしないが意思疎通が良くて、なおかつ点で光る生物。ダメだ、やっぱりわからん。こんな生き物今まで見たことがねえ。お前はどんなお宝よりも価値のあるすごい生物だ。これは間違いないぜ。うれしい。いいなあ、フィー。手に入れたくなってくるぜ。ダメだよ、クリフォードさん。フィーは渡さないよ。なーに、無理やり奪うような真似はしねえさ。そんなやり方は俺の流儀には合わねえ。どうだ、フィー。今日から、俺の相棒にならねえ。嫌だ。意思疎通ができると、こういうこともできるんだね。だねえ。ま、そんな簡単に行くとは思ってねえさ。だが、いつか惚れられるような姿を見せて、お前を相棒にしてみせるぜ。だって、そうなったら考えてあげてもいいかもね。そうなったらねー、みたいな。このフィールの顔見てたらそんなことを思ってしまった。すごく思ってしまった。ねえ。何かあるな。あ、ちょっと何か発見した。探してる種は見つかったの？変な声出ない、今。いいえ、まだ見つかってないわ。そっか、やっぱり存在してたとしても、すっごく珍しいものなんだろうな。
それじゃあさ、植物のたくさんあるところに行ってみようよ。植物がたくさん。うん、的当てゲームもがむしゃらに球を投げ続ければいずれは当たるでしょ。だから植物がたくさんあるところで探せば見つかる可能性も高いんじゃない。悪い考えではないと思うわ。多くを見た方が確率は間違いなく上がると思うし。ならその方向で決まり。とりあえず街道の北の森を探しに行ってみよう。でこれで移動してすんのかな。いや、なかった。よかったよかった。まだ他にもあるから見ていきたいんだ俺。あれ、クラウディアだ。こんなところでどうしたの。あ、ライザ、あの花が目に入って。わあ、綺麗な花。あんなの見たことないよ。実は一度だけ仕事で扱ったことがあるんだけど、とっても珍しい花なんだよ。そうなの？やったじゃんクラウディア。早速あるだけ買っていこうよ。うん、いいの。え？でもすごく珍しい花なんでしょ。今買っておかないとまたいつ手に入るのかわからないんじゃ。そんなのライザも同じだよ。え？ん？私はそのうち王都を離れなくちゃいけないし、ライザだって島に帰らなくちゃいけない。どっちが先になるかはわからないけど、私たちまた離れ離れになっちゃうんだよ。どんだけライザのこと好きやねん。そうなったら今度私たちが会えるのって何年後なの。それは今回みたいな偶然がなかったらもしかしたら10年。ううん、それ以上会えないかもしれない。そうかもしれないけど、どんだけライザのこと好きやねん。あかん、なんか逆に泣けてきた。私ね、ちょっとだけ怖いの。ライザは私と違って友達を作るのが上手だから、きっとこれからたくさん友達が増えると思う。でも私は友達を作るのって苦手だから、だから今はうんとライザのことを独り占めして思いっきり楽しみたいんだ。あかん、何やこれ。おまかしてもうが、おまかしてもうが、おまかしてしまうじゃないか、心が。ごめんね、今の話は忘れて。クラウディアは離れてるのが不安なのかな。もしかしてずっとそのことを悩んでたの。そうだ、ならクラウディアにプレゼントを作ろう。どんなに離れてても私たちの友情は絶対だって分かってもらえるようなもの。でもそれってどんなものがいいのかな。ああ、どんなものがいいやろな。後のお楽しみ。どこに行こうかな。ああ、またかサンダルちゃんあるわ。ちょっと待って、ちょっとさ、ストーリー進まないまま、いろいろ見過ぎている節がある。いや、ほんま分からないんですよね。ちょっと積んでるんで、いろいろやってたらいろいろ来てさ、ちょっと困ってる困ってる、うん、ほんと困ってる。はぁ、カサンドラさん、どうかしたの？そんな怖い顔して。あ、ごめんごめん、別に怒ってたわけじゃないんだけどね。ちょっと畑で育ててる作物の中に問題児がいてさ。問題児？他の作物をダメにしてしまうとか。あ、そうじゃなくってね、どう説明したらいいのかな。その作物はね、何年も前から育ててるものなの。毎年元気に育ってくれはするんだけど、なぜか絶対に実だけはつけなくてね。ああ、当然私が考えそうなことは全部試したんだよね。ついでにこの前の栄養剤も使ってみたわ。結果はもちろんダメだったけど。どうしたもんかな。他に必要な要素、
要素、うん、カサンドラさんすごいよね。何年も身をつけないのに諦めないなんて。諦める、あ、そっか、諦めるって手もあったんだ。え、今更気づかなかったの？全く考えなかったわ。でもそっか、そっちの方が楽だろうな。でもそんな風に悩んでいるってことは諦める気はなさそうね。だって悔しいじゃん。それに私のプライドが許してくれないのよね。じゃあ私が口出しするのはカサンドラに失礼ね。これはあなたと作物の真剣勝負だもの。マウントの取り合いをも行ってんのか。大げさな。でもありがとう。もう無理ってなった時は育てる方法を教えてね。教えてあげたい。間違えた。種植えできるね。もうちょっとやりたいんやけどさ、そういうのも。トロフィーやりそうやん。種植えたら来るみたいな。どこに行くの？今はちょっと、あ、またセリがある。ありすぎじゃね？ミニのやつ。他に必要なものは、うん。あとは最終確認をしてっと。よーし、完成だよ。お疲れ様。ところで、一体何のレシピを作ってたの？あれ、クラウディアのマークやったっけ？それは作ってからのお楽しみだよ。何かひらめいた。アトルお楽しみが更新された。こんなのどうかな。何？ピズナの腕輪の作り方を覚えました。メモリアブレスレット覚えた。なんだそれは。何作っちゃおうかな。ちょっと見たくなるやないか。メモリア、メモリア、メモリアはどこにあんの。あった。どこに入れようかな。あったよ。何、何どうすんのこれ。材料不足。何が不足してる。全部ば、あっ謙信のロケットに渡りガラスのお守りに宝石どこで取れんねん。どこで取れんねん。全部無理だわ。ちょっと待ちたまえよ。なんかおかしいやろ。スマステチョコも作れてないわけやしな。宝石はどこで手に入んのか。どこで手に入んのか。不思議である。ほんと不思議である。入れる場所は。だからさ、派生しないの。ちくぬくの羽。あ、これあるね。ちょっとこれ作ってみるか。さあ。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。よし、謙信のロケッツ。何？もう一個。何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。よし。お、1300なってるやん。すげえ。入れてから考えるのもありかな。ちょっとね、やっとったらね、サワス船長が作れるんでました。作れるんでました。なので、ポイ捨てで作っていきたいと思います。お、いい感じ。やった、ようやくやで。長かった。いい感じかも。あの、パールクリスタルってものをさ、作れるんだって、そのおかげでね、作れるようになりましたね。これや。これや、これがちょっと欲しかったんや。やったよ。うん。で、例のね、そのじゃないけど、パールクリスタル。これ、宝石みたいですね。ようやくやね。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。ようやく作れたんで、これね、ちょっと何かね、作ってみたいと思いますよ。どれにしようかな。2個で作れるんで、サマステンチョーカーを1個納品する。よし、行きましょう。
ラフ職人くんやったよね。行くぞー。確かに、ね。ようやく、ココリッサさんの、お、こんなとこに、こんなところに、クリフォードだ。ようやくココリッサさんの、ミッションをコンプリートできましたわ。ずっとわからなかった。多すぎないやないか。あれ、いないわ。ちょっと待って。あ、夜やからか。可能性。ね、ならちょっと別のところちょっと行きましょう。あ、社長。よーし、行くぞー。いや、びっくりした。待って。いるんやけど。さあ、どこかな？何かイベントが進むようですね。見ていこう。またライダーと一緒に負けるんだ。ああ、なるほど。あ、わかったわかったわかった。ここのやつはわかったんで。よーし、行くぞ。農業区の方に。農業区に行って、時間潰している間に朝になって、あ、もう朝になったわ。どこに行くの？ちょっと、じゃあ食リーグ行きますね。行くぞ。クリスさんいたと思うんで、夜やからいなかったということが、ありそうなんで、確かに、すいません。あ、やっぱそうだわ。ほら。ほらな。ほらな。ほらなじゃねえの。あ、ここに。リーダーとアンペルがいた。今、白物していてな。あわれ付き合ってやるな。すまない。うん、今回パーティーから除外されてるもんね。除外されてるもんね。言ったんな。よし、ようやく。お願いね。ようやくやで。報告できるわ、ようやく。ずっと、やりたかった。クリスさん、持ってきました。流れぬ、長いこと待たしてすまんかったね。わあ、とても綺麗、素敵ね。おぉ、形にできたんだね。ちょっと見せてくれないか。お、なるほど。角度をつけて熱が内部に溜まらないような形状になっているんだな。え、裏側にも。ちょっと、私にも見せて。見れば見るほど美しいわ。ライルさん、こんな素敵なものをありがとう。喜んでもらえてよかった。ポリッサさん、もう少し見せてください。ちょっと、もういいじゃない。デニス、ぜひ参考にしたい。すまないよ、少しだけ。ダメよ。乾いて笑い声が聞こえてくるよ。よかった、ようやくこれうまくいきましたわ。ね、どこに行くのさ。よーし、農業区行きましょう。てか、カサンダラのイベント多すぎ。いや、ほんとそこだわ。びっくりしてる。うん。どんだけ多いねん。さあ、見ていくか。カサンダラさん、この前言ってた作物、どんな感じ？絶賛試行錯誤中だよ。まあ、もうできることも少ないんだけどね。大丈夫。カサンドラさんなら絶対育てられるよ。なんか、私すっごい信頼されちゃってる？だって、カサンドラさんは絶対に育てるまで諦めないでしょ？わかんないよ。好きでもないことを気まぐれでやってるだけなんだし。うん、私も農家の娘だからさ、なんかわかるの。農作業ってほんと大変で、義務やプライドだけで続けられるほど楽じゃないって。現に義務もあったし、プライドもほんのちょっとは持ってた。私でもずっとサボりまくりだったし。でもカサンドラさんは自分の農地を縮小してでも完璧な仕事を目指してるでしょ。そんな人だから尊敬できるし、絶対に投げ出さないで育てるって信じてるの。なんか複雑だわ。複雑だ。確かにそうやだな。え、一応褒めてるんだけど。分かってるけどさ、好きでもない農作業のことでそこまで信頼されてもね。まあ悪い気持ちはしないけど。気持ちはそりゃそうやろ。ならよかった。ま、期待されてる以上は裏切れないか。絶対にちゃんと育ててみせるよ。うん、育ててね。いい作物
物をお願いします、ね、どこに行こうかな。まあここはねあれなんで、あとここなんだよね。あれ王都近郊何かあるわ。よーし行くぞ。セリさんと行く約束しちゃいましたね。